山口千には、長崎原爆の被爆者、日本の半角平和運動家。1930年、長崎市に生まれる。1945年8月9日、長崎県立長崎工業学校1年児の14歳の、時に、学徒動員で通っていた三菱長崎兵器製作所、大橋工場裏で、防空壕を掘る。 作業中に被爆、顔と全身に大火けを負った。大村海軍病院に搬送され、1946年3月9日に退院した。退院後も顔から胸に残ったケロイド根に悩まされた。1951年に同好機械科を卒業したが、就職時には学徒動員先だった三菱造船を、はじめ多くの企業で体格検査に不合格となった。 そのため後藤の父親の下で駄菓子屋と農業をして生活した。1953年には土地を売って長崎市に戻り、1957年まで饅頭屋を営んでいた。1955年10月1日に長崎原爆青年乙女の会を結成して初代会長に就任。また、長崎原爆被災者協議会会長。 日本被爆者団体協議会代表理事、日本原水爆被害者団体協議会代表委員などを歴任した。1982年にニューヨークで開かれた第2回国際連合軍縮特別総会の全体委員会で NGO を代表して演説した。尊敬する議長、事務総長、並びに各国代表の皆さん、NGO の兄弟姉妹の皆さん、 全人類の生存か絶滅かに深く関わる、この歴史的な第2回国連軍縮特別総会全体委員会で、私は、日本の婦人や、青年の団体、宗教団体、平和団体、労働者や被爆者などの日本の草の根運動、核兵器禁止と軍縮を要請する、国民運動推進連絡会を代表して、発言する機会を与えられたことに対し、 感謝と敬意を表明いたします。私たちは各兵器完全禁止と軍縮を要請する署名に886万に935名分を携えてまいりました。私の顔や手をよく見てください。よく見てください。世界の人々、そしてこれから生まれてくる人々、子供たちに私たちのようにこのような被爆者に 核兵器による死と苦しみをたとえ一人たりとも許してはならないのであります。核兵器による死と苦しみは私たちを最後にするよう国連が厳粛に制約してくださるよう心からお願いをいたします。私ども被爆者は訴えます。命のある限り私は訴え続けます。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア王、ノーモア被爆者。 ありがとうございました。1982年6月、第2回国連軍縮特別総会にて、山口の活動は1986年5月22日に NHK 被爆者アメリカを行くで、またその反省は1999年5月29日に長崎放送、許すまじ、山口1にその生の記憶で紹介された。2007年4月に発足した。 ノーモア被爆者9条の会の呼びかけ人にも名を連ねている。2010年、様々な分野で長崎県の発展に貢献した人を検証する長崎新聞文化賞を受賞。アメリカへの激しい憎悪を抱いており、1989年9月16日に長崎港に入港した米海軍フリゲート艦のピーター・ジー・ロバーツ艦長が、 平和記念像に喧嘩した花輪を官長が去った直後に他の数人と共にバラバラになるまで踏みにじり続ける姿がニュース映像として放送され浦上警察署から事情聴取を受け9月21日に長崎市内の市民運動家に器物損壊罪で告発されたしかし黒人で民主党所属のバラク・オバマ大統領のノーベル平和賞を受賞決定の際には アメリカにも変化が出てきた。やっぱり世論がその変化を起こしたんだと思うと態度を軟化させている。昭和天皇の戦争責任を主張しているが、長崎国際文化会館時代の1995年に来県した秋人天皇、三千子皇后に展示資料を自ら説明した。1990年代前半より図打を患うなど、体調が悪化、2003年に、 長崎市から、雲仙市のケアハウスに妻と共転居後、2013年7月6日に死去。82歳没。ありがとうございます。